前名前なんだっけ。俺の名前知らなかったんですか。ああ、雑魚だから覚える必要ないと思って。ひでえ、俺は野辺地です。野辺地、珍しい名前。黒は通ってる。野辺地、18,895位、全国で約670人、主に東北にいると言われているが、まさか練馬に。握手してください。え、早く言ってよ。君は転入生の神隠し。雲隠れですよ。雲隠れ、へえ、珍しい名前じゃん。そんなことないですよ。毎年日本で多い名字ランキング10位以内に入るから。え、そうなの。誰でも知ってる常識だよ。おいおい、君ね、さらっと嘘をつくんじゃないよ。そうなの。ムカつくんだけど。え、嘘なんですか。君が言うなって。野口、先生が嘘をつくなって言ってるぞ。ちょっと、君に言ってんの。はあ。あとね、もし転入が決まったら、そのヒゲは剃ってくるんだよ。先生、ヒゲは剃りたいのですが、母が夜の仕事をしておりまして、カミソリは全身剃毛する必需品でして、僕には使わせてくれないのです。ああ、それ触ると皮膚が腫れるやつですよ。それは日本名米粒もどきといって、卵に猛毒がある珍しいやつです。規則正しく2粒ずつ並んでいるのは、羽化したらオスとメスですぐ交尾して繁殖するためのものらしいです。なんかすげえ嫌なんですけど。そんな虫本当にいるの。世の中広いんですよ。教室が世界の全てじゃないです。そんな虫もいたりいなかったりするんです。英語は全滅か。足元にある数学だけは何としても死守せねば。忍法水遁の術。先生、今日の補習終わりにしよう。先生、床、雲隠れくん、漏らしてる。え、誰の家ですか。なんで私んち知ってんの。なんでって、この間お前が家に帰るのをこっそり尾行したじゃん。まったく、なんなのよ。もう、さっさと寝よう。また出た。ギャーギャーうるせえな。俺だよ、クロウだよ。変質者じゃねえぞ。クロウくん、なんであんたがうちにいるのよ。勝手に入っちゃダメだった。ダメに決まってんだろ。なんであんた入ってきてんの。窓から。窓からじゃねえよ。はあ、働いたら負けとまでは思いませんが、働くのならいっそのこと死にたい気分です。もっとダメじゃん。あ、クロウ君、おはよう。ああ、大野さん、早朝風俗ですか。精が出ますね。よく喧嘩したもんだよ。嘘はよしましょう。そんな偽りの武勇伝語って自分が恥ずかしくないんですか。いやいや、嘘じゃないってば。いや、嘘ですってば。なんで君が断言するんだよ。本当だってば。今夜卒業アルバム見せるから部屋に来たまえ。虚言が膨らんで自分でも嘘か本当か曖昧になるんですよね。君はなぜ全力で否定する。部屋に来いよ。それ俺の。これゴミ箱から拾ったんだから僕のだよ。まあ聞け。誰もタダでとは言ってないだろう。これと交換でどうだろう。女子大生のです。俺たち小学生だぞ。興味ねえよ。そうだよ。興味ないだと。嘘をつくな。もう銭湯の女風呂にも入れないお前たち、おっぱいは近くて遠い存在になったろう。いつか訪れるブラのホックを外す作業。
今のうち構造を知っておいて損はないはずだ。どうする自分で決めろよ。今を楽しむスケボーを取るか、自分への投資になるブラジャーを取るか。